どうやって上司を首にしよう最近何をやっても恨みに出るからやる気が起きないねこれだー富澤さんお茶入れましたよありがとうもう宇宙でのティータイムも慣れたもんだなあペホだもし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 クール猫勝社の宇宙統括の富澤様でいらっしゃいますかそうですがどちら様でしょう信じてもらえないと思うのですが私は未来人です いたずら電話かお願いします話を聞いてください悪いけど忙しいんだよ今地球が滅亡の危機にさらされているのです分かった分かった他の人に電話してくれ私がなぜ富澤さんの名前を知っているのか疑わないのですかえ確かにそれは疑問だが富澤さんあなたは地球を救える可能性のある どういうこと私のいる時代では地球はとっくに滅びてしまいわずかに生き残った人類も宇宙での環境に適応できず絶滅してしまいました。私はタイムリープによって一命を取り留めたのです。もっとわかりやすく話をしてくれないか私は何をすればいいんだ地球が滅亡する原因それは巨大隕石が激突することです。なんか映画みたいだなその隕石の軌道を変えてほしいんです。なるほど1週間後には隕石は地球に激突します。そんなすぐにはい、今すぐに軌道を変えなくてはなりません。そしてその軌道を変えることが 今私が宇宙にいて偶然隕石の軌道の近くにいるということかはい分かったやってみようありがとうございますうん何とか信じてくれたね後輩に関してはなんか想像で補ってくれて助かった暢こさん隕石は見えるかはい今遠くにそれらしきものが見えています射程圏内に入ったら合図をくれ私がこの巨大ミサイルで隕石を狙い軌道を変えるという作戦だ本当にうまくいくんですかやるしかないだろうもし1週間後に隕石が地球に激突したら帰る場所もなくなり私の昇進も意味なくなる富澤さんの昇進はどうでもいいですけど <laughs> うまくいけば富澤は隕石の軌道を変えるその隕石は 本来何でもないところを飛んでいく隕石だミ澤が軌道を変えることによって地球の方へ向かうようになっているつまり富澤が地球を滅亡させる人類の敵になるってことだこれでさすがにクビになるよねあ、来ました射程圏内ですよし、ミサイル発射やったか隕石の軌道はずれたようですよしよし、地球を救ったのか社長に報告しよう私を昇進しちゃうかもな私も昇進させてくださいよ くん宇宙でうまくやってるかなえ巨大隕石なんで急に軌道が変わったとか言ってたよななんでそんなことがもしもしあ富富沢君か聞いてくださいよ社長私、富沢たった今地球を救いましたえ地球に向かっていた巨大隕石とやらをミサイルで撃って軌道を変えたんですよ私がいなかったら地球の方に向かっていたんです富沢君さっきニュースを見ていたんだがはいその多分だけど富沢君が軌道を変えたせいで隕石が地球に向かっているらしいぞえそんなバカななんてことしてくれたんだ僕は未来人の言うことを聞いただけでわけのわからないことを言うね首で そんなちょっと待ってくださいよ首も何ももう地球が滅亡するけどね最後に君をクビにしてやるなんでこんなことにインジニュースです地球を騒がせている巨大隕石ですがなんと急にもう一つ別の巨大隕石が地球に向かってきたそうですもうおしまいだそしてなんと2つの巨大隕石が地球に向かう途中に激突奇跡的に地球は守られましたえ つまり富沢くんが隕石の軌道を変えてなかったら後から向かってきた隕石が地球にぶつかってたってことになるよねああ首だってさいっそ早く地球滅びちゃえばいいのにはい富沢ですあ社長首の私に何の用ですか悪かった首はなしえそして最高財務責任者に任命するえー、なんでありがとうございますなんかかっこいい役職になったよこれって経費でお金使い放題ってことかな私の今後の活躍も見てね